松山英樹の苦言。渋野日向子、ホールインワン。衝撃松山英樹が、渋野日向子のホールインワンに苦言。その真意とは？松山英樹が、渋野日向子の圧巻のホールインワンに対し、まさかの苦言を呈したことが話題に。一体なぜ？その言葉の裏側には、プロとしての深い洞察と、渋野日向子への期待が隠されていた。動画では、松山英樹の苦言の詳細、その言葉に込められた意味、そして、渋野日向子の今後の活躍を徹底解説。松山英樹の言葉に隠された真意。素晴らしいショットだったけど、あの状況でホールインワンを狙う必要があったのか？松山英樹は、渋野日向子のホールインワンに対し、このように発言したと言われています。一見、厳しい言葉に聞こえるかもしれませんが、松山英樹は、プロとしての経験から、あの状況では、ホールインワンを狙うよりも、確実、2% を取ることが重要だと考えたのかもしれません。ホールインワンは確かに素晴らしいですが、ゴルフは18ホールの戦いです。一つ一つのホールを確実に攻略し、最終的にスコアをまとめることが重要になります。松山英樹は、渋野日向子の才能を高く評価しており、その才能をより開花させたいという気持ちから、厳しいながらも貴重なアドバイスを送ったのかもしれません。渋野日向子の今後の活躍に期待。渋野日向子は、若くして、数々の素晴らしい成績を残しており、日本の女子ゴルフ界を牽引する存在です。松山英樹の言葉は、渋野日向子にとって、大きな励みになるでしょう。今後の渋野日向子の活躍から、目が離せません。ネットの感想。松山英樹の言葉は深いな。渋野日向子も、きっと成長するだろう。二人の今後の活躍が楽しみ。プロの、言葉は重みがある。この動画は、本当にためになった。松山英樹の言葉に感動した。渋野日向子頑張って。まとめ。松山英樹の言葉は、渋野日向子にとって大きな意味を持つものでしょう。プロとしての経験から生まれた貴重なアドバイスは、渋野日向子のさらなる成長を促す力となるはずです。渋野日向子、ホールインワン。東より子、懸念語る。渋野日向子のホールインワンに東より子が懸念？女子ゴルフ界に衝撃走る。まさか。信じられない。圧巻。渋野日向子が女子ゴルフツアーでまさかのホールインワンを達成。その瞬間、ギャラリーからは歓声と驚きが渦巻いた。しかし、その裏で女子ゴルフ界のレジェンド、東より子が懸念を表明。一体、何が起こったのか？東より子は、自身の YouTube チャンネルで、渋野選手のホールインワンは素晴らしいですが、同時に懸念もありますと語り始めた。その懸念とは、渋野選手の精神面に影響が出ないか、ということだ。ホールインワンは、ゴルフ人生において、最高の瞬間の一つです。しかし、同時にプレッシャーも大きくなります。次の試合で、同じように良い成績が出せなかった場合、精神的なダメージが大きくなってしまう可能性もあるでしょうと東より子は指摘する。実際、渋野選手は過去に好成績を残した後、スランプに陥った経験がある。東より子はこの経験を踏まえ、渋野選手が今回のホールインワンによって再びスランプに陥ることを懸念しているのだ。渋野選手には周りのサポートと自分自身への冷静な分析が必要だと思います。今回のホールインワンを糧にして、さらに成長していくことを期待していますと、東より子は締めくくった。ネット上でも、東より子の懸念に賛同する声が多数上がっている。確かに、ホールインワンは嬉しいけど、プレッシャーも大きくなるよね。次の試合が心配。渋野選手には、周りのサポート、が不可欠だと思う。一方、中には、東より子の懸念を否定する声も。東尾さん、ちょっと心配しすぎじゃない？渋野選手は強いから大丈夫。むしろ、ホールインワンで自信をつけて、さらに活躍してくれることを期待している。小賀美穂、予測。渋野日向子、ホールインワン。衝撃小賀美穂が予言。渋野日向子のホールインワン。女子ゴルフ界に衝撃が走る。小賀美穂プロが、
女子ゴルフ界のスター渋野日向子のホールインワンを予言。2024年渋野日向子がどんな活躍を見せるのか、古賀美帆プロの予測に注目が集まっています。一体古賀美帆プロは渋野日向子のどんなプレーを見てホールインワンを予言したのでしょうか。古賀美帆プロは渋野日向子のショットの正確性とコースに対する深い理解力に注目していました。渋野さんはいつも冷静に状況を判断し、的確なショットを打つことができるんです。それにコースに対する理解も深く、どの位置からでもグリーンを狙える力を持っていると感じています。古賀美帆プロは渋野日向子の技術と精神力に感嘆し、2024年の彼女の活躍に大きな期待を寄せています。渋野さんはこれからさらに成長を遂げ、世界で活躍する選手になるでしょう。彼女の今後の活躍に期待しています。古賀美帆プロの予測は多くのゴルフファンを興奮させています。渋野日向子は2024年果たしてホールインワンを達成するのでしょうか。今後の渋野日向子のプレーから目が離せません。ネットの感想、古賀美帆さんの予測当たってほしい、渋野日向子のホールインワン見てみたい、2024年の女子ゴルフ楽しみすぎる、古賀美帆さんの解説いつもためになる、渋野日向子頑張って、古賀美帆さんの予言的中するといいな、渋野日向子ホールインワン期待してる、女子ゴルフ界盛り上がってるね、渋野日向子これからも応援しています。渋野日向子ホールインワン。衝撃、渋野日向子がまさかのホールインワン。岡本綾子も興奮、女子ゴルフ界に衝撃が走る。岡本綾子さんが信じられないと絶叫した渋野日向子選手の衝撃的なホールインワン。2024年の女子ゴルフ界を沸かせた伝説的な一打の瞬間を貴重な映像とともに振り返ります。あの時渋野日向子選手はグリーン手前のバンカーから鮮やかなアプローチショットを放ちました。ボールは弧を描いてグリーンに転がり、そしてそのままカップに吸い込まれていったのです。ギャラリーからはどよめきが起こり、解説席では岡本綾子さんが驚きと興奮を隠せない様子でした。信じられない、本当に信じられないわ。岡本綾子さんの言葉はまさにその時の状況を表していました。渋野日向子選手自身もホールインワン達成の瞬間、信じられないという表情を見せました。まさか入るとは思わなかったです、本当に嬉しいです。渋野日向子選手の言葉からは喜びと安堵が伝わってきました。このホールインワンは2024年の女子ゴルフ界を大きく揺るがす出来事となりました。ネット上でもこのホールインワンに対する驚きの声が続出しました。渋野日向子選手のホールインワンすごすぎ、鳥肌が立った、岡本綾子さんの興奮も最高、女子ゴルフ最高、このホールインワン絶対に語り継がれる伝説になる、渋野日向子選手のホールインワンは女子ゴルフ界に新たな伝説を刻みました。この動画では渋野日向子選手のホールインワンを様々な角度から捉えた映像と岡本綾子さんや関係者のコメントを交えながら、その感動的な瞬間を再び体験することができます。宮里藍が語る渋野日向子の進化。宮里藍が語る渋野日向子のホールインワン、女子ゴルフ界の未来を占う、信じられない、日向子らしいプレーでしたね。2024年女子ゴルフ界を席巻する渋野日向子、その圧巻のプレーに多くのファンが熱狂する中、レジェンドと呼ばれる宮里藍もその活躍に目を輝かせている。先日行われた某大会で渋野日向子が放った奇跡のホールインワン、その瞬間ギャラリーから歓声が沸き起こり、テレビの前で観戦していた人々も思わず息を呑んだだろう。そのプレーを目の当たりにした宮里藍は自身の経験を踏まえ、渋野日向子の進化について語った。日向子の素晴らしいところはどんな状況でも諦めないこと、あのホールインワンも難しい状況の中果敢に挑戦した結果生まれたものだと思います。彼女のメンタルの強さ、そして技術の向上は目覚ましいものがあります。
これからも世界の舞台で活躍してくれることを期待しています。宮里藍は渋野日向子の才能を高く評価し、その将来性に大きな期待を寄せている。渋野日向子は宮里藍の言葉を胸にさらなる高みを目指し、世界で活躍していくことだろう。ネット上では宮里藍のコメントに対する様々な反応が見られる。藍ちゃんの言葉に感動した。日向子もきっと励まされるよね。藍ちゃんも日向子も本当に素晴らしい選手。これからも応援しています。日向子の活躍は女子ゴルフ界の未来を明るくしてくれる。多くの人が渋野日向子の活躍と宮里藍のコメントに心を打たれているようだ。渋野日向子ホールインワン。谷口徹が警鐘を鳴らす。衝撃渋野日向子のホールインワンに谷口徹が警鐘。女子ゴルフ界に何が起こるのか。渋野日向子が見事なホールインワンを達成し、女子ゴルフ界に衝撃が走りました。しかし、その裏にはレジェンド谷口徹が危惧するある問題点があるようです。一体谷口徹は何を懸念しているのでしょうか。今回の渋野日向子のホールインワンはまさに奇跡と言えるでしょう。しかし谷口徹はその裏に隠された危険性を指摘しています。それはホールインワンの達成が彼女自身のプレッシャーとなり、今後のゴルフに悪影響を及ぼす可能性があるというものです。谷口徹は自身の経験から、ホールインワンはその後の試合に大きなプレッシャーを与える可能性があると語っています。特に若手選手の場合、そのプレッシャーに耐えきれず本来の実力を発揮できなくなるケースもあると言われています。ホールインワンは素晴らしいことですが、それがプレッシャーになって本来の力を発揮できなくなってしまう選手もいます。渋野選手はまだ若い選手なので、これからが勝負ですと谷口徹は語っています。今回の渋野日向子のホールインワンは確かに素晴らしい出来事でした。しかし谷口徹の警鐘は決して聞き流すことはできません。渋野日向子がこれからも素晴らしいプレーを続けられるように、周囲のサポートが重要となるでしょう。ネット上では谷口徹の警鐘に対し様々な意見が飛び交っています。確かにプレッシャーは大きいかもしれない。でも渋野選手なら大丈夫。谷口先生の言葉は重い。今後の渋野選手の活躍が楽しみだけど、プレッシャーには気をつけてほしい。渋野選手のホールインワンは本当に感動した。でも谷口先生の言う通り、プレッシャーはつきものだよね。今回の渋野日向子のホールインワンは女子ゴルフ界に大きな話題を提供しました。しかしその裏には谷口徹が警鐘を鳴らす重要な問題点があることも忘れてはいけません。渋野日向子ホールインワン。衝撃谷口徹が痛感。渋野日向子のホールインワンがすごすぎた。女子ゴルフ2024、信じられない。まさか日向子がホールインワンを達成するとは。そう興奮気味に語るのは解説席の谷口徹氏。女子ゴルフ界のレジェンドである谷口氏が思わずその言葉を発するほど、渋野日向子のホールインワンは衝撃的な出来事だった。舞台は2024年の某女子ゴルフツアー。大会初日から圧倒的な強さを見せつけていた渋野日向子。この日も安定したショットでスコアを伸ばし、最終ホールを迎える。そして運命の18番ホール。ティーショットはピンに向かって完璧な弾道を描いた。あれは完璧なショットでしたね。ピンに向かって一直線に飛んでいくボールは見ていて気持ちよかったです。そう興奮気味に解説する谷口氏。しかし、渋野のショットはグリーン手前のバンカーに。これは難しい状況ですね。バンカーからピンまでかなり距離があります。しかもグリーンは傾斜が強いので寄せワンは難しいでしょう。谷口氏は渋野の状況を冷静に分析した。しかし、渋野は動じなかった。バンカーからピンまで正確なショットを放つ。ボールはグリーンを転がり、カップに吸い込まれた。入った。信じられない。日向子のホールインワンだ。谷口氏も
思わず叫び声を上げた。渋野のホールインワンは会場を沸かせた。ギャラリーからは大きな拍手と歓声が上がった。渋野自身も笑顔を見せ、ガッツポーズを見せた。まさかホールインワンができるとは思っていませんでした。本当に嬉しいです。渋野は試合後、そう語った。渋野のホールインワンは女子ゴルフ界に衝撃を与えた。多くのファンがそのプレーに魅了され、歓声を上げた。渋野はこのホールインワンでさらに注目を集めることになった。ひなこのプレーは本当に素晴らしい。彼女はこれからも多くのファンを魅了するでしょう。谷口氏はそう確信している。渋野ひなこのホールインワンは女子ゴルフ界の歴史に刻まれるであろう。渋野ひなこ、ホールインワン。衝撃尾崎雅史も驚嘆。渋野ひなこの圧巻ホールインワン。女子ゴルフ2024。女子ゴルフ界のスター、渋野ひなこが2024年シーズン、またしても驚愕のプレーを見せた。その舞台は国内ツアーの某大会。17番ホール、150ヤードのパー3。渋野は得意のアイアンショットを放つ。ボールは弧を描いてグリーンに近づき、そして、入った。キャディやギャラリーから歓声が湧き起こる。ボールは見事にカップに吸い込まれたのだ。渋野自身も信じられない表情を見せる。ホールインワン達成の瞬間、彼女の頭の中は一体どんなことが駆け巡っていたのだろうか。まさか入るとは思わなかったと渋野は控えめに語る。しかしその言葉からは喜びと興奮が伝わってくる。このホールインワンは渋野のツアー通算2勝目。そしてツアー史上わずか2人しか達成していない偉業でもある。その記録にゴルフ界のレジェンド尾崎雅史も驚きを隠せない。彼は渋野のプレーを称賛し、素晴らしいショットだった。あの距離から入れるのは並大抵のことではないとコメントしている。渋野のホールインワンはゴルフファンのみならず多くの人々に感動を与えた。彼女の才能と努力が再び開花した瞬間だったと言えるだろう。ネット上ではこのホールインワンに関するコメントが至る。渋野ちゃん、かっこよすぎ。ホールインワン、おめでとう。こんな素晴らしいショット、見たことない。など、称賛の声が続々と寄せられている。渋野ひなこ。渋野ひなこ、ホールインワン。谷口徹、直伝。秘訣公開。驚愕渋野ひなこがホールインワン。谷口徹が語る、その秘訣とは。まさかひなこがホールインワンを達成するとは。谷口先生の指導があったからこそだね。2024年の女子ゴルフ界を沸かせた渋野ひなこのホールインワン。その裏にはレジェンドと呼ばれる谷口徹の指導があったという。一体どんな秘訣が隠されているのか、谷口徹本人が語る貴重なインタビュー映像を公開。ひなこのスイングは才能を感じます。しかしその才能を最大限に引き出すためには、技術的な指導だけでなく、メンタル面でのサポートも必要不可欠です。谷口徹は、渋野ひなこの才能を見抜き、その潜在能力を引き出すために、独自の指導を行ってきた。例えば、ホールインワンを決めたあのショット。あれは、ひなこが、自分の力を信じ、冷静に状況判断できたからこそできたんです。谷口徹は、渋野ひなこに、自分自身を信じ、常に冷静さを保つことの重要性を教え込み、メンタル面を強化してきたという。この動画では、谷口徹が渋野ひなこに伝授した、具体的な技術指導やメンタル強化の秘訣を公開しています。ぜひご覧ください。ネット上では、谷口徹の指導内容に対する様々な意見が飛び交っています。谷口先生のスイング理論は、やっぱりすごい。ひなこのスイングがガラリと変わってる。メンタル面を強化するって重要なんだね。ひなこの集中力が半端ない。この動画を見て、私もゴルフを頑張ろうと思った。谷口徹の指導を受けた渋野ひなこは、今後もさらなる飛躍が期待されます。